萩さん、3200円 ×2、 クラファンなくなったのでスパチャします。今年はガンの手術をしました。大丈夫？重症じゃなかったので今は普通の生活に戻ってますが、体を悪くしてからネガティブが加速してるなと感じてます。健康は本当に大事ですね。レペゼンの動画を見るといつもワクワクするし、たくさん笑わせてもらって、社長のハイパーポジティブなところは暗い気持ちを明るく照らしてくれます。レペゼンの活動は私の生活を楽しませてくれる大好きなエンターテインメントの一つです。これからも応援してるよ。嬉しい。ハイパーポジティブなんよね。俺、ハルキ海よりポジティブだったんですよ。比べ物ならんぐらい、比べ物ならんぐらい、ハルキ海の70人分ぐらいのポジティブだと思う。いや、もうなんか、最近、なんか、俺、物をなくすんよ、よく。だけ、物が持たんねんけど、最近なんか、普通に物なくした時って、はいはいはい、なんかこう、事故から守ってくれてるみたいな言うやん。で、はい、これって噴水とかなんかスピリチュアルとかなんか、要はなんかそんなどうでもいいや、信じるか信じないで、嘘やん多分。確かにないやん、そんなこと。いや、正直ないです。ないやん、そんな物なくしたけって事故から身を守ってくれてたんだとかって別にないやん、そんなこと、はい、けどその話聞いてからなんか物なくすたびに頭にそれがよぎるじゃないやんって分かったのに、なんか、いや、物なくしたわみたいな、なんか、あ、なるほど。だけもう自分に都合のいい話は勝手に頭にインプットされて、もうないやって自分は思っとうのに、物なくした時にまあでも事故だろうで変に思うようにって一生懸命考えてなく、ふと勝手にもう、はい、自分に都合のいい話は全部なんか信じてないはずなのに、なんかまあ物なくしたしみたいな、なんかそれ聞いて以降物なくした時全部ラッキー。社長でも半年でエアポッツ4台ぐらいなくして、そうでもエアポッツなくすたびに、また事故から守ってもらったわけ、はい、おかしいおかしい、いや、おかしいおかしい、思ってもらえる、なんか物なくすたびになんかラッキーみたいになったわけよ、いつの間にか。なるほど。その物なくした時にみんなラッキーな人います？物なくして、エアポッツなくして、携帯なくして、パソコンなくして、ラッキーっていう人おらんや。みんな、最悪か、いや、まあでも、でもってこう一生懸命思うとしてな、はい、なくしたことが分かる時にラッキーってな、その、一回これを挟まんでね、こうじゃなくて、最初からこうなんや、最近。でも大吾さんもそれ言ってたんですよね、うん、なんか左足をなくした人がなんか命なくならなくてラッキーと思う人もいるみたいな。ああ、うん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 、ハルキカイ君とか徳島であの雨濡れた時は最悪や、雨って言ってた、うん、雨最悪や、なんでやねんって風邪ひくわって言って全然ポジティブ足りんポジティブ足りないあのかハルキカイ君全然ポジティブ足りない確かに、それやったらね、俺の方がもう、じゃあ